小雪です。どうも、最強です。どういうことです、最強ですなんですか？YouTube 界最強の白髪って言われている。いやいやいや、そんなこと言っていいの？もっと YouTube 界登録者僕らより多い人いるんじゃない？白髪の。いや、もうミューハンさんぐらいしか思いつかへんよ、歌手の。しかも、白髪でもこの辺プリになっとるやん、ちょっと。いやいや、これはちゃうねん。そういうデザインやねん、これ。嘘つけ！あんまり触れないでほしい。なんでやねん。なんか最強って。皆さん、最強という言葉大好きですよね。やっぱりね、みんなね、男なら一度はね、最強を目指すというね、まあ、バキみたいなことなんですよ。というわけで今日はですね、最強すぎる悪魔の実を徹底紹介スペシャル。これみんな聞いてくれる？実はね、昨日の打ち合わせの時に、はい、今日やる企画をね、考えるんだけど、そこで悪魔の実って意外と当たったらめちゃくちゃラッキーな実と、これ当たってもうたんやみたいな外れの実があるみたいな話をしていて、でその中でも最強と言われる部類だったら、何が一体弱点なんだろうみたいなことを話し合ったら面白いんじゃないのって言って、それぞれが話し合うコーナーを企画したんだけど、俺考えて発表するから反論してやみたいな。そう、ワンピースマニアならこの実は最強じゃないって言えると思うんですよ。まあそういうことでね、事前に5つもらったんですよ。これの弱点をね、昨日めちゃくちゃ考えたよ。ということでね、まあ今回ね、これ最強の5種を選んできました。まあこちらはですね、アラバスタの菜の花の方々に選んでもらいましたので、今日はですね、まあアラバスタ感がある渋谷の女子高生100人に聞いてきましたのみたいな。なるほどね、トトジーとかを筆頭に協力してもらったんで、皆さんもね、ちょっと楽しみにしてもらえたらなと思います。トトジーいつまで菜の花に引っ越したの？あれ、トトジー菜の花じゃなかったっけ？ユーバーちゃうの？あ、ユーバーや、ユーバー。失敗したわ。というわけでやっていこうと思います。それでは早速、最強悪魔の実1個目はピカピカの実。はい、こちらはね、もう言うまでもなく海軍大将キザルが誇るね、最強のロギアですよ。これはめちゃくちゃ強い実です。これ強いよね。はい、俺3大将の中だったら一番強いと思ってんだよね。だって光の速度よ。やばくない？やばいよ。高速で動けるんすよ。捉えられへんやん。いや、そうなんだけど、俺ちょっと弱点一生懸命考えちゃった。鏡なんですよ。ピカピカの実っていうのは、ピン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 飛ばしてきたりとか、するわけなんだけども、全部は結局光なんですよ。まあ光ですね。そう、ということは鏡を持ってシャッてやったら跳ね返ったの。嘘？検証した。キリだ。菜の花の人。菜の花の人。そんなピカピカの実に詳しいから、あったことあるから、キザルと。あかん、適当に落ち着いた。でも光というものは反射するわけやん、絶対にね。するするする。じゃあそういうキザルの攻撃やって何かしら弱点はあるんだって考えたら、ブリュレさん、ミラミラの能力という。なるほど。こいつはめちゃくちゃ相性が悪い実ってことですか？そう、相性が悪い。だから味方につければ相性のいい能力にもなり、敵にすると厄介だと思うんで。確かに。だから光だからミロワールドの中には追ってこれないかもしれないし、鏡に全部反射されて自分にこうバーンって入られへん可能性あるのね、光やから。そうそう。だから、なるほど。霊光共反射という技が。ありまして、そうです。玄海師範が使った技なんですけど、鏡のように自分の中に反射させる技みたいな。で、術者のもとにその技が跳ね返っちゃうよみたいな。だからそういう風に鏡に対してはちょっと弱いんじゃないのと。だからそういう風に考えたら、キラキラの実の能力者のダイヤモンドジョズさんとか、なんかガラスの能力者とかも世の中いそうやん。でもダイヤモンドジョズとかもほら、ちょっと汚れついとったら効率的にじゃん。めっちゃ磨く。だってゼファーも言うとったやん。お前は能力に頼りすぎやぞ。つまり、能力にも頼ることを諦めて、あこからめっちゃ引き皿修行してると思うんですよ。だから、今やゼファーすら一瞬で倒せるぐらい強くなった。でもそれって今回の議題とは違うんですよ。悪魔の実の弱点なんで。なるほど、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 なるほど。そう考えると、反射するものに対してだけ唯一弱点なのかなというふうに思いました。なるほど。じゃあ常に手鏡とかを持ってたら、引き皿を倒せる。そうそう。あ、来た。はい、引き皿こう。あー、なるほど、なるほど。光の速度で皆さん鏡を出していきましょう。間に合わへんと思う。まあということで、じゃあ、まあ、ピカピカはガラスっていうね、弱点がありましたよ。はいはい。鏡ですね。はい。黒子のバスケって感じでしたね。それでは、次、行きましょう。字が違うから。それでは続きまして、最強の実。これはね、もうね、無理っすよ、言うて。マジで最強。ホビホビの実。はい、来ました。これね、まあ皆さんご存知だと思うんですけど、まあ国宮理恵さんがね、声優を務められる。声優はどうでもいいよ、今。シュガーというキャラクターなんですけどね、これめっちゃ強い。どういうことかっていうと、相手に触れるだけでおもちゃにできて、さらにその記憶を周りの人から失わされるんですよ。とんでもないね。言葉を失ってたんじゃん、今。記憶操作と相手をおもちゃにして無力化するっていうセットの最強の実なんですよ。考えてきました。はい。寝ずに考えてきました。はい。こちらですね、触れられたら困るキャラナンバー1ですよ、僕の中で。そうよ。そう。触れられたらもう一貫の終わりだ。だって一回触れるだけで負けやから。そう、だってあのルフィですら警戒心もなくシュガーに近づいて、危うく記憶消されかけて、ウソップのおかげで助かってます。そうよ。あれ危なかったよ。それはわかんねえ。でもそれね、あくまでは触れられたらってことなんだよ。ということは触れられなきゃ OK ってことなんだよね。あれやな、痴漢冤罪みたいな話してる。いやその通りでしょ。そりゃそうやん。触れられなきゃ OK っていう弱点は結構な僕弱点だと思っていて、あの世界飛び道具使える人間多いやんか。例えばそれこそさっき言ったピカピカの耳やさかにのまがたま言うてピュンピュンピュン飛ばされて攻撃されたらなっちゃうよ。竜々波のボロブレスとか。あ、そういうことか。そうそう、触れられなくても物理的攻撃を与えられる人もいるじゃん。だからそういうことっすよ。ブキブキの実のベビーファイブとか、それこそ親玉のドフラミンゴのイトイトの実の鳥かご使われたらもうあれです。確かにこれはあれですね、ホビホビの実やったら寒竜すら倒せない可能性がありますね。それ武田寒竜のガトリングガンのこと言ってるんですよ、はい、もうめんどくさいからやめて。もうよく出てきたと思う、この対抗にないことを。まあつまり武田寒竜にすら勝てないからホビホビ飛びはダメだと。雑魚ですこれは。触れられたら一番厄介な身ではあるわ、ほんまに。じゃあキタルがシュガーを運んだらみんな触れていけんじゃん。どういうことなんで急に団体戦なんだ。そしたらね、2人で仲良く弱点を補ってください。なるほど、ちょっとガトリングには勝てないということでしたね。そうですね、確かにその通りやな。じゃあ次はね、もうこれね、作中でも最強って言われてる身だからもう無理だよ。小田先生の発想力に勝たないとこれ勝利ないのよ。なるほどなるほど。何かっていうとゴロゴロの実。はいはい、エネルさん。これは確かに最強に当たるロギア系の能力ですよ。昔から地震、雷、火事、親父って言葉は聞いたことありますかね。そう、ありますよ。あれはどういう意味ですか。あれはですね、地震、雷、火事、親父、みんな怖い。そうそう。しかもそれって怖い順に並んでるんだって。そう。だから雷って2番目なんだよ。所詮グラグラの方が強いんだよね。だってポケモンやってるよね。やってる。じゃあ雷の属性の弱点って何？地面タイプ。そう。ってことはやっぱグラグラ。それより上の種類があるっていうことは別にそんな恐るるに足らないんじゃないのっていうことです。いやでも、磁場コイルとか電気タイプやけど、あれよ。冬あるから。地面タイプから。そう、ポケモン話しちゃう。しかもですよ。しかも、はい、あの世界、雷常に降り注いでる島あるんですよ。あるある。雷神島。そうそう。雷神島みたいなのもあるって、もう雷珍しくないねんな、あの世界多分。しかもね、ゴムって絶縁体なんで、ルフィが、いざ能力相性で優位に立ってるのはわかんじゃん。そうよ。でもあの時にゾロとか雷打たれてんのに、まあ生きてんじゃん。つまりあの世界の雷ってあんま大したことないかもしれない。いや、あれはエネルが手抜いてたんや。いや、手抜かへん。それでも、誰一人死んでないやん、そこで。え？あの世界の雷って弱いん？弱いんです。確かにな、それは弱いかもしらんな。弱いでしょ。ポケモンの世界だって「ピカチュウ10万装置だ!」とか言われて人食らってても死なへんやん。いやあれはサトシが強いとかね、だからそういうことなんですよ。電圧とかの基準が僕らの地球の感覚とはちょっとちゃうんかなみたいな。でもロビン最強って言ってたよ。だから最強なんだろうねみたいな。もしかしてつまりこういうことですか、はい、自分が最強と思っているロギアの寿命は短い。ほんと好きねその世界。そんなに引用する人おれへん。でも小田先生も SBS で、はい、エネルでは世界をもう取れないみたいなこと言ってたやんか。え、それエネルやからよ。考えて仮に戦国が食べてたら世界取ってたよ。それはどうかな。だって大仏より雷の方が強くない？え？いや大仏の強いな。そう大仏やね。だって雷の速度で移動できるんやで。雷の速度で蹴られたことがあるかいって言ってたよ。混ざってる混ざってる。ああしてるから今。いやでもこれはね正直分かんなかった。でもゴロゴロより強い悪魔の実が存在する以上強いけど最強ランクぐらいってことですよね。そうそう、だって雷を通さない絶縁体っていうのも人類は発明してるわけだから、それを身にまとってさえいたらいいわけだし、そういうことなんかなと思うんですよ。なんか飛来心たくさん立ててその辺を誘導させて攻撃するとか、知恵でなんとか乗り切れる気はするんだよね。なるほど。じゃあ次行きましょう。はいどうぞ。雷は無理でしたわ。所詮負けてるし。これ次はですね、なんとね、作中ね、はい、ほぼ負けなしに近いとんでもない実なんですよ。なんでしょう。毒毒の実。はい、来ました、マゼランさん。マゼラン。はい。だってルフィも倒してるし、なんなら黒ひげも倒しかけて。てか倒しとってあれよ、賞味。反論していいですか。これね、今でこそ五行と言われてるルフィと黒ひげを瀕死の状態に追い込んだことは認めですよ。そうよ。でその後二人ともどうなった？奇跡的な回復をするなど。そう。助かってんだ。これあそこで始末できてたら認めんねん俺は。でも逃げられちゃってるってことは。でも主人公と悪いやつやからたまたま。いやいや、そういう主人公個性とかじゃなくて。だから何かしらの回復系能力も相対するところに位置して存在してるはずなんだよ。例えばマンシェリーのチユチユの実とか、あの世界には。ああるじゃん、もう毒は無理やから。あれはイワンコフの奇跡やから生きだから。奇跡舐めたらダメですよ。え、チユチユの実は？チユチユの実ごときじゃ回復しなかったですね。マゼランは。え、マンシェリーは？いや、マンシェリーじゃ無理です。でも毒吸い出す人もいるよ、世の中には。レイジュ。ああ。それだからウイルスも言われてるじゃん。対して絶対ワクチンが存在すると。だから2つは1セットなんだよみたいな。毒があるということは絶対それを治す薬もある。あるって考えた時にちょっとどうなんて、それも不治の病とかっていう治すことが不可能な病気の方が怖いわ。でもヒドラとかも強いよ。まあそうなんだけど、まあそういう君もよく言うようにミスター3さんがドロドロの実で防御壁を作られてる時点で最強じゃないねん。さらにバゼランさんって長期戦に向いてないんですよ。なんで？腹下すから。あー、確かに。じゃあ長丁場の戦いなんかよくあることじゃん。だってロジャー海賊団と白ひげ海賊団で3日ビバ戦ってたりするから。いやでも TikTok 戦闘やったらいいや。あれどういうこと？15秒間しか戦いませんみたいな。そしたら最強ちゃう。移動時間の長いみたいな。何してきてんだよ。最初からヒドラ出してルフィとかギアホース出すみたいな。やつずるいずるい。グラバトでももっと長いね。これはちょっとね、俺まだ防ぎるようがあるからダメかな。なるほど。次はね、はい、これね、もうね、やばい実なんですよ。この世のすべてを闇に溶けさせられる実。溶けさせるだよ。闇の実。はい、これは、トイッキーさんでも無理よ。だってこれが最強じゃなかったら、はい、ワンピースで黒ひげ倒した時の快感ないもん、もう。うん、だからもう黒ひげの闇の実は絶対に最強。なるほど。こちらですね、僕、闇っていうものについて調べてみたんですよ。闇。こちらですね、創作物では主に死と破壊、悪魔、絶望、光をも飲み込む暗黒を司る。負の属性として描かれることが多いと、まあいうふうなことが一般的な作品では書かれてるんですけども、はいはい、だから闇の反対ってまあ光なんで、はい、もしかしたらピカピカで攻略できるんじゃないかなって思ったんですけど、闇に飲まれるよ。そう、飲まれるってこれも書いてあるし、グラグラの実あるじゃないですか。ありますよ、白ひげさんの。あれも作中最強って言われてるよね。戦国曰く世界を滅ぼす力っていうふうに言われてるんだけど、よくよく考えたらブラックホールを作れる能力って星を滅ぼす能力なんじゃないのって思う。いや、その通りですよ。あそこって地球って言われてないんですよね。青色の星っていうふうに言われてて、地球というふうに書かれてるんですよ、ワンピースの世界って。じゃあもしあの青色の星が何回目かのその星だったらって考えた時にゾッとしたんだよね。あそこって東野君も大好きな小原のクローバー博士の部屋でたくさんの衛星や惑星が浮いてる地球儀の描写があった時に星がたくさんそばにあると。だから1個ずつ減ってってるかもしれないと。そうね。そう、歴代の闇の実の能力者によって壊されてる可能性ももしかしたらあんのかなって思った時に、これを超える能力は多分ないです。これはつまり最強の実。これ最強。あれ、論破は？これ無理ですね。これ無理な。そう。これは絶対に無理。ただよっぽど、これだって遠隔攻撃でも無理って分かってるし、唯一打破できるのは、その白ひげさんも言ってたけど、やっぱ慢心なことやね、その黒ひげ自身の。でもそれは黒ひげ自身の問題やから、能力としては最強に近いと。いや、最強よ。そう。で、なぜかって言ったら、黒ひげも、なんで白ひげ海賊団の船に乗ってたかって言ったら、あの実を入手するために乗ってたわけじゃん。そうよ。そう、だからなかったらなかったでも諦めようっていうぐらい、あれ一択なわけよ。もしかしたらピカピカとかマグマグとかいいって思ったんじゃなくて、あれしか興味がないってことは、よっぽどあれでしか実現不可能な要素があったっていうふうに推測できるじゃんね。はい。だからあれが作中ナンバー1っていうのは、今出てる情報の中では確実だと思う。いや、もう確実ですよ。そう。あれをどうやって倒すのっていうのはほんまに分からへん。そう。だから唯一可能性が残ってるとすれば、昔この能力を手にした人をどうやって始末したのかっていうことが分かればいいと思う。寿命。あ、え？寿命や。黒ひげ死ぬまで待つの？待つね。え、じゃあルフィその時何歳よ？めちゃくちゃおもんないよ、そんな。ルフィ87歳みたいな。ようやく海賊王になったぞ、みたいな。そうそうそう。次は俺じゃみたいな。最悪や。闇はほんと難しかった。じゃあ言っといてなんか対策あんの？これ全部なかったんけど、なんか4つぐらいは。めっちゃ楽してるよ、今日。いや、闇はね、最強ですよ。もう寿命以外ないよ、言うて。難しいよね。でもゴロゴロとかも最強のロギア系っていうのはわかるんだけど、所詮その自然の中で地球上で起こり得ることじゃん。でもやっぱ重力とか、まあそれグラグラももちろんそうなんだけど、闇とかって現実的に考えるとかなりやばい、この能力。いや、そうよ。しかも相手の能力奪えるっていうなんか得点付きだからね。オプションついてるからね。いや、もうこれすごいんですよ。すごい。多分闇の能力の全てを小田先生まだ書き切ってないから、当然ね。間違いない。もっとなんかこの付加価値が存在するはずなんだ。そう。それをどうやってルフィ一行は打破するのかっていうのが4年ちょっとで終わるって言われてるワンピースのまあ醍醐味の一つだよね。ただね、この実ね、弱点がね一つだけあると言われていて、それが何かっていうと、これはちょっとジャンプ派じゃない方は聞かない方がいいと思うんですけど、ジャンプにそんな情報出てたっけ？いや、これはね、僕の読んでるね2022年のジャンプね、しっかり書いてたんですよ。ああ、で未来人でした。あ、これ未来人なんで。ジョン・タイタンみたいな。そう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 。何かと言いますとね、ゴッドバレーにはね1年に1日だけ奇跡の太陽が出る日があるんですよ。この奇跡の太陽が出る日は、闇闇の力を打ち消せるんですよね。で、前回、そのタイミングでたまたまゴッドバレーにいたのが、ロックス D ・ジーベック。闇闇の前任者なんですよ。あ、ロックスが持ってたの？そう。で、そこで、ロジャーとガープがね、ロックスの闇闇を、奇跡の太陽を奇跡的に照らして、成功したんですよね、討伐に。無効化させて？そう。まあ、これがね、ガープが後に海軍の英雄と言われるようになった、ゴッドバレー事件ですよ。ぽく言うけど、全部作り話やからね、これすごくない？全部嘘やからね、これが弱点ですね。でもそういう奇跡的な要素があって、倒すっていうのもありかもな。そうや。ちなみに最近の研究では、ブラックホールは、データのストレージに使えるっていうことが分かってきたらしいですね。そうだから、ハードディスク、SSD、ブラックホールみたいな系譜になってますね。それも2022年には結構みんな当たり前に YouTube のデータとかをブラックホールにアップしてますね。データ消えへん？これ消えへん。どこ行くの？いや、これブラックホールってほんまにそういう情報が最近出たのよ。あ、そうなの？そう。まあそういう感じでした。というわけで本日の最強の悪魔の実徹底紹介スペシャルはいかがだったでしょうか？徹底紹介スペシャル。確かにね、ちょっと言ってて無理があるなっていうのもあるんだけど、能力相性バトルってすごくワンピースの面白いところだと思ってるんで、皆さんだったらどうやって対応するかみたいな、もしありましたらコメント欄に書いてほしくて、もしくは絶対僕がもう論破できないっていう身があったら、ぜひそれも挑戦状的に書いといてほしい。そうですね。もしね、この挑戦状が100件ぐらい溜まって、高評価も2000以上いったら、また第2回をね、やりたいと思います。はい、もうぜひぜひ考えていきます。はい、その中のよりすぐるのまた悪魔の実5個を選びたいと思います。次はあれやな、これコメント欄に溜まったやつを、神木くんとかにぶつけたいな。あ、ぶつけたいですね。はい。はい。そんな感じでお願いします。それでは、See you! Bye! 今日も一日お疲れ様です。おーい、チャンネル登録してるか？なんなんいきなり。でもしてね。そうそう、LINE スタンプリニューアルしたぞ。 Twitter、LINE アットもやってるから絶対フォローしてね。今聴いてるオリジナルソングも配信中。お風呂の前は小焼きチャンネル。